アナログコーデックチップのレイオーディオコーデック97は1996年にインテルが提唱したサウンドインターフェースの標準規格である。96年に最初のレブ1.0が発表され以降改定を重ねておりレブ2.3が最新版となっている。2004年に発表されたハイデフィニションオーディオが後継規格となっている。なお一般には AC97 と略称されることが多い。本校でも以下では AC97 と呼称する。従来はワンチップ構成されることも多かった。サウンドデバイスを論理コントローラーとアナログコーデックに分離し、高音質化と柔軟性を確保している。また論理コントローラー部をソフトウェア処理させることで、サウンドシステムの価格低下も実現する。 論理コントローラとアナログコーデックはそれぞれに役割が定められており、5000の双方向シリアルインターフェースである ACE リンクで接続される。ハードウェアの電気的仕様に加え、扱うべきサンプリング周波数、入出力チャンネル数なども規格として定められており、互換性の確保が図られている。なお、機能のサポートは AC97 規格のリビジョン及び、 製品の実装に依存する。AC97 規格準拠のサウンドカードの 0AC97 の普及と同時期にオンボードサウンドと呼ばれるマザーボードに実装するサウンド機能の普及も進んだため AC97 がオンボードサウンド機能の代名詞のように扱われることも多い。しかし前述のように本来 AC97 イコールオーディオコーデック97は インターフェースに関する企画であり、スタンドアローンのサウンドカードでも、PCI 世代以降は AC97 準拠のものが多く、それらはサウンドチップと呼ばれる論理コントローラーと汎用の AC97 アナログコーデックを組み合わせた構成となっている。1999年に登場したインテル810チップセットで採用された一比以降、 一般的な PC 用チップセットのサウスブリッジには AC97 準拠の論理コントローラが統合されていた。そのため当時の PC のサウンド機能はサウスブリッジの論理コントローラとマザーボード上のアナログコーデックチップで実現している場合が多かった。安価かつ実装面積が少ないというメリットがある反面 AC97 で定められているサンプリングレートでは DVD オーディオなどの高音質フォーマットに十分対応できないという問題があった。2004年 AC97 の問題点に対応するための後継企画としてインテルはハイデフィニションオーディオ企画を発表した。2006年頃までには新規に出荷されるシステムの大半は HD オーディオ準拠サウンド機能に置き換えられたが、旧式チップを使用した連貨システムなどでは AC97 も以前使用されていた。ありがとうございます。